で、実は我々のプロジェクト12の医療機関がいて、その12の医療機関からサンプルを集めて、理研および医科研でゲノム解析をしております。で、サンプルのデータですので、データを提供するにあたっては、サンプルを提供していただいた医療機関の先生方との合意が必要になりますので、それを実際にこれから今ちょっと動いているところで、いつこの NVGC にデータが公開できるかちょっとまだ未定なんですけれども、とりあえず我々もこのゲノムのデータを提供するという形で、広く世界中の方々に使っていただきたいとは思っております。では、失礼いたしました。お話を始めさせていただきます。皆さんご存知のように、人には多様性があるというところから私たちは始まっております。で、人間は基本的にみんな見た目は同じ形をしてますけれども、やはり細かい部分で皆さん違っていて、それを基本的には体質と呼びます。で、体質といっても、その太りやすい、太りにくい体質であるという言い方もあれば、お酒に強い弱いもありますし、病気にかかりやすい、かかりにくい、薬の効きがいい悪い、こういうものを一般的には我々は体質という言葉で全て呼んでいるわけですけれども、これをサイエンスとして見れるようになったのが、ヒトゲノムプロジェクト以降のゲノム研究の成果でもあると思います。で、基本的に人のゲノムっていうのは、お父さんから30億文字、お母さんから30億文字をもらってきて、全部で60億文字、2セット持ってるということなんですけれども、30億文字の中の、基本的に99%以上は人間の体を作るための情報ですので、基本的に全部一緒です。ですけれども、そのうちの、1000万箇所以上と言われてますけれども、1人当たり300万箇所ぐらいが、人それぞれ文字が違うと言われていて、それが、その文字の違いを捉えて、パーソナルゲノムという言い方をします。で、そのパーソナルゲノムの中には、やはり先ほどお話したような病気の体質、薬の反応性の体質というところに関わる情報が、どんどん今出てきている状況です。で、どうしてそういうことが起こるようになったかというと、一つはゲノムのマーカーが出てきたからです。1980年代に第一世代の染色体マーカーといわれるものが出てきました。で、基本的にはマイクロサテライトと呼ばれるマーカーを使って、いわゆる遺伝病のマーカーが、マーカーを使って遺伝病の原因を探すという研究が、80年代から90年代に急速に進みまして、で、それぞれの病気を持ってらっしゃる方と、そのご家族の方のゲノム解析をすることで、遺伝病の原因遺伝子を見つけるという研究がどんどんなされてきました。で、それをじゃあ今度は普通の病気に応用しようということで、1990年代の後半から、そのマイクロサテライトを中心としたマーカーを使って、普通の病気についても病気の原因になる遺伝子を探そうという動きはかなりあったんですけれども、なかなかそれがうまくいかなかった。で、2000年に、2003年ですね、にヒトゲノムプロジェクトが完了して、30億の文字が決まり、その後、ハプマッププロジェクトといって、それぞれの、アジア人とかアフリカ人で、その30億の文字の中にどこに文字の違いがあるのか、で、それぞれの頻度はどういうところがあるのかって、こういうデータベースが世界中、国際共同研究という形で行われて、しかもそれが即時データベースとして世界中に公開されるという、こういうデータベースの進捗が非常にこの10年ゲノム研究では進んできております。で、同時にそのゲノムを解析する技術というのも急速に進歩して、ゲノムワイド解析のチップであったり、現時点では次世代シーケンサーというものがどんどん使われるようになって、で、それがまたデータベースをどんどん大きくしていくっていう流れで、今は一般的な病気について、いろんな病気に関係する遺伝子というのが多数見つかるようになってきてます。で、ここ10年ですね。だから、もう正確に言うと、世界中で爆発し始めた2007年なので、5、6年という話になりますけれども、病気のなりやすさとか、薬に対する反応性、効き方、副作用の出やすさというところについて、ゲノム上の文字の違いがどういうふうに影響するのか、人それぞれ1000万箇所ぐらいある、
ものもち、まあ、それがそのうちのいくつかですけども、全体としてもまだ1万前後ぐらいしか分かってませんが、そういう文字の違いがどういうところに関わってくるかというのが、だんだんデータベースとしてこれも増えてきてます。で、現在じゃあどこまで進んでるのか。今のところゲノム研究で行われているのは、病気のある人と病気のない人を比べた研究が中心です。そうすると病気のなりやすさというところを基本的には見てるわけですけれども、一般的な病気、いわゆる糖尿病とか心筋梗塞については、実は文字の違いが何十箇所も影響してくると。で、それの文字の違いをいくつぐらい持ってるかということで、それぞれの人が病気のなりやすい、なりにくいっていうのがある程度推測できるということが分かってきました。ということは、これは逆に言い換えると、遺伝病とは違って、特定の文字を持ってても全員が病気になるわけではありませんし、そういうリスク側の文字を全然持ってなくても、やはり病気になる人もやっぱり何割かいるということです。つまり、ゲノム情報というのは生命の設計図ではありますけれども、で個人の体質というのもある程度決めるわけですが、人の一生を決めるものではありませんし、それはもう現実的に考えれば、一卵性ソーセージというのは生まれた日も一緒ですし、ゲノム情報30億の文字も全部一緒なんですが、双子の一卵性ソーセージがみんな同じ病気になるわけでもありませんし、死ぬ日も違います。で、日本人で見てみても、日本人の遺伝的なバックグラウンドというのは昭和の時代から今の時代まででそんなに大きく変化しているとは思えないんですけれども、病気になる患者さんの数というのは大きく動いてきています。ということで、病気のなりやすさというのはもともと皆さんが持っている生まれつきの体質にプラスして環境の要素が加わってきているというふうに考えていただけるといいかと思います。では、本論のオーダーメイド医療実現化プロジェクトについて簡単にご説明をさせていただきます。で、オーダーメイドのプロジェクトは2003年に文部科学省のリーディングプロジェクトとして開始されました。で、開始された当初のプロジェクトリーダーは中村祐介先生で、今日今横浜の方でがん学会の会長をしていらっしゃいます。で、このプロジェクト最初の5年間、2003年から2007年まではバイオバンクジャパンというバンキングをするというのが一番最初の事業でした。で、第2期の2008年からの5年間はバイオバンクジャパンで集められたサンプルを使って、ゲノム解析をやるというのが中心の事業です。で、基本的にゲノム解析のターゲットは病気のなりやすさに関係する遺伝子で、薬剤の反応に関係する遺伝子ということで第2期が動いてきております。で、現在今年から第3期に入ったわけですけれども、第2期で見つかった成果については、やはり医療への応用を考えるということで、特に薬剤の関連遺伝子ですけれども、それは臨床応用を進めていくということをやっていきますし、これまでゲノム解析をやってきて、今のゲノム解析だけではなかなか病態の本質、体質を全て解明することができてないということがありまして、バイオバンクを機能の拡充をしたり、スニップの解析からシーケンス解析に移っていったりというようなことを現在計画をしております。つまり我々が持っていますバイオバンクジャパンというのは、ゲノム医学研究を進めるためのインフラであろうと我々は考えておりますし、このインフラとしての一番大事な仕事は病気や薬剤に関係する遺伝子を見つけること。ただそれだけではなくて、ここから出てくるデータをいろんなところに提供することによって、薬剤開発の方に応用していただけないか、もう一つはゲノムの情報と環境の要素を組み合わせて解析することによって本当のオーダーメイド医療を実現していくための情報が提供できないかという、そういう意味の基盤として我々は考えております。で、現在このプロジェクトをトップに推進委員会を置きまして、ここは外部の先生方で方針を大きく決めていただいております。で、内部には理研医科研の研究者を中心とした運営会議があって、ここが実動部隊ということで動きます。で、スライドの左側にありますように12の協力医療機関が、サンプルを集めていただいて、それをバイオバンクジャパン、東大医科研にありますバイオバンクジャパンのバンクの方に、格納する。で、バンク側ではいろんなワーキンググループが動いてて、実際のサンプルやデータをメンテナンスしているということです。で、そうやってずっとメンテナンスされているサンプルを理研および医科研が研究中核機関として活用する形でいろんな成果を今出してきております。
でこれが協力医療機関の一覧ですけども、基本的には第一期から変わりません。12の医療機関、関東方面では順天とか日大日本医大、健康長寿等がございますし、まあ、全国規模でいうと特集会のグループとか、まあ、いろいろございます。全部で12の医療機関が第1期から継続して協力をしていただいている状況です。で、まあ、このバイオバンク第1期で実はサンプル収集、新規のサンプル収集止めてしまいましたので、今の登録数は約20万人です。で1人の患者さんが複数の病気を持ってますので、病気の数としては33万6000となります。で最も多いのはやはり糖尿病高脂血症で、大体4万人から5万人ぐらいのサンプルがございます。循環器疾患でいうと脳梗塞とか心筋梗塞というのが大体1万人から2万人弱、がんでいうと大腸がん、胃がん、乳がん、前立腺がんといったのが、まあ、5000人から7000人ぐらいという形です。ただまあ実はこれだけでも研究が全てできるわけではないので、実は今年の1月から新しくサンプルを集めて始めております。でこの形で最初の第1期で集めた20万人については、第2期では追跡という形で血清をずっと年に1回病院に来られた時に集めてきています。で大体その数が毎年今ここに出してますけれども、血清が大体毎6万人から7万人ぐらいの血清が集まってきております。で臨床情報についてはこれはカルテから抽出転記するものですけれども、これは大体10万人から15万人ぐらい毎年臨床情報が集められているという状況です。で、臨床情報の中身ですけれども、まあ、全ての病気に共通して集めてくるような家族歴とか既往歴の情報、がんで共通して集めてくるような、まあ、抗がん剤の副作用とかの情報、あとは疾患別の情報ですね、あと検査でどういう薬を飲んでいるのか、どういう副作用をこれまで起こしているのかというような情報を集めております。こういう情報は我々のホームページから常に公開をしておりますので、そこに調査票の実物が出ておりますので、興味のある方はご覧いただければと思います。で実際にこう我々がどういうふうな情報の集め方をしているかというと、まあ、今は病院はほとんど電子カルテ化されてきましたけども、昔は紙カルテのところもございました。で今は電子カルテになっているんですが、各病院フォーマットは違います。でそのしかもカルテに書いてある情報がそのまま我々が研究で使える情報ではございません。ですので我々はこのプロジェクトの中でメディカルコーディネーターという職種を育成しておりまして、電子カルテや紙カルテの中から我々が緊急に必要な情報、まあ、調査表に書いてあります項目をカルテの中から調べ抜いて、拾い上げて、それを我々の入力システムに入れると。で入れていただいたものは医療機関の専用サーバーでずっとストックされていて、年に1回我々がデータ回収をするという形で運用させていただいております。で実際にバイオバンクのサンプルのこれ年齢分布ですけれども、同時期の日本全体の患者調査のデータと比較をしております。そうやって見てみますと、バイオバンクの方が黒ですけれども、やや日本全体と比べると50代から70代の割合が少し多い部分がありますが、これはおそらく、まあ、大病院で、に来られている患者さんを中心に集めているというところがあるのかと思います。でこれを実際にそれぞれの病気に分けて、日本全体の患者数のどれぐらいの割合のサンプルがいるのかというのを見てみますと、まあ、少ない疾患でも大体 1から 1.5% ぐらい、多いところでは 5、6% を占めます。ですので、我々が持っているバイオバンクジャパンの患者さんというのはある程度日本全体の患者さんの、まあ、一つの代表的なポピュレーションになるだろうというふうに私は理解をしております。で我々第1期2期の中でこのバイオバンクで集められたサンプルを使ってゲノマイド関連解析、今は GWAS と言われますけれども、個人個人が持っている1文字の違い、これを大体1人当たり50万箇所とか100万箇所調べて、その中で病気になった人となってない人で比較をして、まあ、その割合に差がある場所を探していく。そうするとその染色体の何番っていうところの中に病気に関係する場所が出てくるという方法で、病気に関係する遺伝子を探してきております。で実際にこれをやる際にはまあ、ゲノム指針というのがありますので、個人の情報をきちっと守らないといけません。
そういう意味では我々のプロジェクトの中では、医療機関では個人の情報がありますけれども、医療機関からここのバイオバンクジャパンにサンプルが来る際に一度匿名化をされます。でバイオバンクの方にサンプルが入って、臨床データベースに臨床情報が入ってくるわけですけれども、我々が研究をする際には統合データベース、臨床データベースにサンプルの依頼をして、で実際にここからサンプルが出てくるわけですが、ここから出てくる際には新たに匿名化をされて、二重匿名化という形の作業をしております。ですので、我々のここからサンプルについている番号は医療機関とは全くつながりませんし、まあこういう形で個人情報をできるだけ保護するという仕組みをとっております。で、まあ、こういう形でゲノム解析をやってきて、まあ、これまでに大体病気に関係する遺伝子、薬剤に関係する遺伝子を全体で260ぐらい新たに見つけてきました。でこれから先が、まあ、遺伝子を見つけたらそれがすぐ医療に使えるかというと、そういうわけではなくて、遺伝子を見つけてからが大変、まあ、ここがスタートラインにやっと立ったという我々の認識です。で病気に関係する遺伝子、薬剤に関係する遺伝子、これをじゃあ実際にどういうふうに医療に応用するかというお話なんですけれども、一つは遺伝子、見つかってきた遺伝子をどう活用するか、でそのためには遺伝子の機能というのが分からないといけないんですが、実はこのゲノマイド解析、見つかってくる遺伝子の、まあ、半分以上は意味がわからない遺伝子がいっぱいあります。でとてもその今まで の医学的な知識でこの遺伝子とこの病気がつながるっていうのは想像もできなかったものがいっぱい出てきてまして、そういう意味では遺伝子の新たな機能解析っていうのが非常に重要になります。でそういう機能解析が、まあ、進んでいって、病気にその病気とどうしてそういう遺伝子が関係するのかっていうのが分かってくるようになれば、そのパスウェイであったりシグナルデッタスであったり、そういうところのどこをブロックすればいいのかということで、まあ、治療薬であったりバイオマーカーの開発であったりというところにおそらく進むと思います。ただ実際のところは、例えば糖尿病であっても50、60の遺伝子がずらずらずらっと見つかってますし、場合によっては遺伝子がないところに関係があったりすることもありますので、なかなかこの部分は一筋縄ではいかないというのが現状です。でもう一つはその見つかってきた文字の違い、遺伝子多形を使って医療に応用しようという考え方です。つまり文字の違いをいくつ持っているかということで、ある程度個人、その個人の方の体質というのが、まあ、数値的にある程度測れるようになります。でそういうふうな形で数値化されてくる個人の体質というものを、病気の予防とかですね、お薬の使い分け、治療の最適化というところに持っていこうというのがもう一つの流れであります。で我々のところでも、まあ、先ほどの遺伝子を使うところですけれども、我々がバイオバンクのデータで、まあ、今現在数万人のスニーク解析のデータがありますので、まあ、そういうものを使ってゲノム創薬と昔言われた言葉ですが、ゲノム解析を使って、どうやって薬につながる情報を出していくかというところで、まあ、武田薬品さんと1年ちょっと前から、共同研究を始めていただいてて、まあ、現在どんどん研究が進んでて、まあ、いろんな疾患について、まあ、薬剤の、まあまあ、シーズとはいきませんが、その薬の開発の、まあ、サポートになるような情報が今どんどん出てきている状況です。でもう一つはその体質のお話ですけれども、こういう文字の違いを実際の医療に結びつける際には、一つは、まあ、多くの病気、ほとんどの病気は遺伝的なものだけでは決まりませんので、環境との関係を調べていかないといけないということもありますし、遺伝的にリスクが高い、まあ、平均的な人と比べて例えば2倍ある病気になりやすいと言われたときに、じゃあその人は今後5年後10年後にどれぐらいの割合で病気になるんだろうと。でその例えばそれが1000人に1人なのか1万人に1人なのか100人に1人なのかっていうことでは、その人にとっての影響力っていうのは大きく違います。ですので遺伝的リスクがどれぐらい高いっていうのが実際にその人にとって5年後10年後どういう影響をもたらすかというのはしっかりした予測が必要です。でもう一つはやはり遺伝的にリスクが高い、
まあ、もう遺伝と言われるともうそれで人生決まったというイメージを持つ方もいらっしゃるんですが、最初にお話したように病気っていうのは、遺伝だけでは決まりません。ということは逆に言うと、遺伝的なリスクが高い人でも何らかの方法で病気のリスクを回避することができるはずなんです。つまりそこにはどういう環境の要素を加えていけばいいのか、まあ介入という言い方をしますけれども、どういうことをすればその遺伝的なリスクは下げることができるのか、そこが分かってこないと実際にそれを医療に応用するということにはなりません。で、実際にこのいくつかの例をお見せしますけれども、病気のなりやすさというところでは、一つは、まあ、診断の補助ツールとしてのマーカーで、もう一つは病気の発症を予防するためのマーカーというお話です。でここは前立腺がんのスクリーニングのお話をしてますけれども、今現在健康診断では PSA という血液検査をやります。で実は PSA の値が高いとがんのリスクが高いということで、組織検査をやります。ただ実はこのグレーゾーンというところがありまして、実際にどうしたらいいのかよくわからない、本当にわからない部分があって、これは実際の臨床の現場でもどうするか決まっていません。でここに遺伝子型検査を使って前立腺がんのリスクをある程度判定してあげると、まあ、ハイリスクの人は組織検査に、遺伝的に低リスクの人は、まあ、経過観察というような形で、まあ、バイオマーカーとしての使い道があるんじゃないかということを我々は想定しております。でここが、まあ、これ先ほどの遺伝と環境の話を模式図として書いてますけれども、いかに遺伝的なリスクが低い人でも、まあ、環境要因の積み重ねで病気になりますし、遺伝的なリスクが高い人でも環境があまり乗ってこなければ病気になりにくいということがありますので、そういう意味ではどういう生活習慣を持っていて、どういう遺伝的なリスクを持っているのか、でそのいろんなパターンを皆さん持っているわけですけれども、いろんなパターンを持っている人をずっと追っかけていって、その結果その人たちに何が起こったのか、これを見ていくことによって実際に遺伝情報をどう使えばいいのかということが分かります。でそういう意味では今重要なのはコホート研究ということになります。で最近よくコホートとかゲノムコホートとかいろいろよく言われるバンクっていうのもよく使われる言葉ではあるんですが、コホートというのはある一定の集団についてこう長期間観察をして、まあ、平均でいうと人の場合ですと10年とか20年とかいう期間ですね、ずっと見ていって、その中でどういう結果が出てきたのかっていうのを見ていかないと、コホート研究という言い方にはなかなかならないということになります。ですので、まあ、今ゲノム研究で見つかってきた病気のなりやすさというところでいうと、元気な人が病気になるところを見ているわけですから、まあ、今健康診断を皆さんやってらっしゃって、で健康診断のデータだけで予防を、まあ、こういうふうに気をつけてくださいねっていうお話になるんですけども、そこに今度ゲノムの情報が今後入ってくることによって、それぞれの人に、まあ、あなたの体質に合わせるとこういう予防がいいですよねっていうことができるようになればいいかなというふうに思って研究を続けております。ですので、今の話はゲノム解析というのは今まで病気のなりやすさを見てきました。でこの病気のなりやすさに関係する遺伝子というのは、実は我々が持っている患者さんのバンクではなくて、健康な人のバンクで長期の追跡のデータがないと、ここをどうしていいかが見つからないということになります。で我々はバイオバンク、患者さんのバンクなので、ここは実はもう患者さんで病気の治療をしている方になります。そうするとそういう方をどういうゲノム情報を使っていけばいいかという話をするときには、病気の予後、つまり合併症とか、まあ、死亡とかですね、それとか薬剤の反応性というところの情報をこれから集めていかないといけない、まあ、そこでゲノム情報が明らかになれば、ゲノム情報を使ってそれぞれの方に合わせた治療法や副作用の回避という方向に、これから先ゲノム医療というのが動いて、でじゃあこういうデータをどう使うかということですけども、この生存調査を使って、まあ、今はこれはスニップ解析ですが、まあ、ゲノムの解析をやります。そうするとおそらくどこかの文字の違いが、その病気の予後に関係するような文字の違いというのは出てくるだろうと思います。で実はじゃあそこで終わりではなくて、じゃあその文字の違いとそれぞれの患者さんが受けておられる治療、
この組み合わせを見ていくことによって、例えばこの緑のタイプであったら治療 B の方がいいのか、青のタイプだったら治療 A の方がいいのか、つまりその遺伝子型に応じた治療法の選択ということを、まあ、情報として出していく、まあ、こういうことがきちんとできるようになれば、逆に遺伝子型を先に調べて治療法を選択するということができるようになるんじゃないかというふうに期待をしております。ということで、まあ、今現在、まあ、皆さん病院にかかっていらっしゃるかどうか分かりませんけれども、病院に行かれている方はお医者さんに見ていただいて、あなたはこういう病気なのでこういう薬使いましょうと、で、まあ、効果が良ければまあそのままですし、なかなか効きが悪ければ薬を変えたり、まあ、副作用が出たりっていろいろ、まあ、その状況に応じてずっとこう治療を最適化していただいているわけですけれども、それを先にゲノムの情報を調べることによってできるだけ早くその人の体質に合わせた治療ができるようになれば、まあ、医療としては効果が最大になって副作用が最初になるというような医療ができるのではないかというふうに考えております。で、その中でも一番薬剤の効果副作用というところは非常に、まあ、分かりやすい部分もありまして、2011年の12月から文部科学省の委託事業として我々は薬に関係する遺伝子治療、遺伝子検査の臨床応用というのを始めました。まあ、タイトルとしては癌薬物療法の個別適正化プログラムといいますけれども、実際にはカルノワゼピンという転換のお薬の薬品に関係する遺伝子型検査、ワーファリンという血が固まりにくくする、血がサラサラになるお薬の、まあ、量に関係する遺伝子検査、この3つ目のタモキシフェンというのは乳がんの治療に関係する、まあ、遺伝子検査という形で、今現在3つの臨床介入研究をやらせていただいております。で、最初がカルノワゼピン、テグレトーブですけれども、これは転換という病気の第一選択薬です。で、その他にも統合失調症や双極性障害といった精神科の病気で、よく使われるお薬ですが、この薬非常にいい薬であるんですけれども、薬疹、お薬のジンマシンを起こす報告例が非常に多くて、厚生労働省に報告されている重症薬疹の中では2番目トップ2に上がってくるお薬です。で、我々はこのコナバマゼピンというお薬で薬疹を起こした方と薬疹を起こさなかった方のゲノム解析をやったところ、染色体6番というところに非常に関係の強い領域が見つかりました。で、これをよく細かく調べていくと、最終的には HLA という遺伝子の3101というパターンを持っている人が薬疹になりやすいということが分かって、薬疹を起こさない方と比べて約10倍、リスクが高い。もう一つは薬疹を起こした方の中でこの遺伝子型を持っている人が約6割いらっしゃるということが分かりました。で、ということは逆にこの HLA3101 を測っておけば薬疹の約3分の2、まあ、6割近くは削れるだろうと。つまり一般的にこの薬疹、まあ、このお薬の薬疹というのは大体 3% から 5% と言われてますので、まあ、それが 1% 前後まで落とせるんじゃないかということで、研究を始めております。で、実際には先にお薬を飲まれる方に遺伝子型検査をやって、陽性の方は他の薬を使う、陰性の方はそのまま薬を使ってもらうということで8週間見て薬疹が起こるかどうかを見ていきます。で、現在36の医療機関がこの研究に参加していただいておりまして、現在800例ぐらいの登録が進んでおります。ということで、まあ、今薬剤この部分ですね、というでこういうふうな形の臨床研究が進んでおりますけれども、ここの部分については我々のところで、まあ、どうやって遺伝子型をやれば使えばいいのかという、まあ、現在この介入研究のところに来てますので、まあ、これでうまくいけば保険適用に行って医療の方に持っていけるだろうと思います。で、一方その我々が見つけてきた薬剤、病気の発症の遺伝子というのはこれ実は住民バンクの元気な人のバンクで、予防法の開発をしていただいて、まあ、このそれが分かれば今度はその介入という話になると思うんですが、まあ、そこまでいけば健康診断への導入やゲノム予防という話に今後進んでいくだろうというふうに私は考えています。
ということで、まあ、現在はまだ、まあ、道半ばというところですけれども、将来的にはこういう病気のなりやすさ、薬剤に関係するゲノムの情報およびそれをどうやって治療していくかという、まあ、臨床情報介入方法のデータベースというのはここがどん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 できていって、ここがまあきちんとしたものができてくると、将来的には個人のゲノム情報をポッと入れればあなたはこうしなさいっていう結果が出てくる、で病院でアクセスをしてデータベース入れればこの薬がいいですよっていうような結果が返ってくると、これが将来的に実現すればいいなと思って研究を続けさせていただいております。ありがとうございました。